神の御言葉は私たちの光である。それはキリストの血の代価によって贖われた修行の民に対するキリストの伝言である。それは私たちの指導のために書かれた。もし私たちがこの御言葉を私たちの助言者とするなら、私たちは決して間違った道を歩むことがない。家庭にいる時も、家庭の外の人々と交わっている時も、私たちの言葉は親切で、愛情に満ち、純粋なものとなる。もし私たちが御言葉を研究し、それを生活の一部とするなら、私たちの経験は健全なものとなり、常に真理を語るようになる。過ちを犯すことがないように、自分の心を熱心に探り、日ごとの言葉と生活の傾向を御言葉と比較するようになる。この時代において、あたかも無限の神の言葉を疑うことが自由であるかのように振る舞っている者が多い。彼らは神の決定と定めを見直し、裏書きし、改訂し、改造し、思いのままに無効にする。私たちは人間の意見によって導かれているうちは決して安全ではないが、主はこう言われるによって導かれているときは安全である。私たちは自分の魂の救いを無謬の裁判官の決定以下の基準に委ねることはできない。神を自分の案内人、神の御言葉を自分の勧告者とする者たちは、命の灯火を眺める。神の生きた言葉は、彼らの足をまっすぐな道に導く。このようにして導かれる者たちは、神の御言葉を裁かないで、常に神の御言葉によって裁かれる。彼らの信仰と宗教は、生ける神の御言葉から来る。御言葉は、彼らの道を導く案内人、また勧告者である。御言葉は、実に彼らの足の光であり、彼らの道の灯火である。彼らは、光の父の導きに従って歩む。この方には移り変わりも、天体の動きにつれて生ずる影もない。優しい憐れみをもって、ご自分のあらゆる御業を照らされる神は、ご自分に従う者の道を輝き出る光とされるので、進むほどに光は増し、真昼の輝きとなる。聖書は神の民にとって神の声である。私たちは生ける御言葉について研究するとき、神がご自分の御言葉を通してご自分の民に語っておられることを覚えるべきである。もし聖書を調べることの重要性を理解するなら、私たちはどれほどの熱意を持ってそれらを研究することであろうか。